前回の本気でドライブしてみたらでは。雄大だ。ああ、こっからが綺麗だ。食べるとおいしい。食べれる。美味しそう。見て、オレンジ。赤だね。赤だったね。すごいね。行こう。今回の道の駅、今年最後だもん。今年って年内だ。年内ね、うん、まああと残り2回あるけど、年越してからになるからさ、うん、最初はサーモンパーク千歳に行くから、千歳の航空祭かなんかの時行った記憶がある。あの早くに行って仮眠取ったかなんかだからしてるから、中までは入ってない。新しいとこ、ね、新しいとこ。そう、前日まで結構さ雨とか降ってたけど晴れてよかったね。もうなかなかこんな晴れた日もないでしょ。これからいずれ雪になるかな。清流と緑に囲まれた鮭のふるさとへようこそ。いる？あ、もらおうかな。ください。ありがとう。キャベツ1個60円か、安いねこれね。これさ、よく見たらさ、サニーキャベツって書いてある。違うか、サリー、サワーって酸っぱいの。ネギおいくら？190円。これでいい？そうだね、これにしよう。これなんて書いてある？大根。大根なんだ。なんか爆弾みたいだね。これカイコのなんか卵みたいな。カイコの卵、そうだ、マイルだね。リンゴ、いいよ。リンゴ食べたの？全部全部食べた。あ、ほんと。いやいや買ったの、これでいいんじゃない？うん、これにする。今回これにしてみよう。インディアン水車って。ねえ、すごいね。どれ？どこ？ね、スマホはカバンの中で。スマホは全部。あ、ちょっ
構透明だね。これはあれ鮭？これ何の魚だろうね。鮭ではないけどいるね。でかい。うん。あ、いるね、いるね。本当だ、もっと近くで見たいけど多分行けないんでしょ。飛び跳ねたよ今。本当？そう、それに夢中になりすぎてピアスを押すからーってなんかカツンって音鳴ったと思ったらね、落ちちゃったね。俺気をつけよう、スマホ落とさない。いやいや、それすごい目いいから。私目いいよ。ここにもいそうだよ、池っぽいとか。そうそう、さっきはあの別の家族のいる。なんかいる。ユマみたいな表現、なんかいる。いるいるいる、わ、いっぱいいる。あ、すごい。すごいいるじゃん。あれ、赤いのもいるよね。あと、転がらないやつもいたよ。すごいでっかいよ、あれ。ものすごいでっかいよ、あれ。ほら。うわー、でっか。すごいね、これ。大物だ。多分、主だよ。あ、でかい。本当にでかい。うわー、虫みたいな。ねえ、他の魚より二回りぐらいでかい。もうトイレ綺麗なんでしょ。うん。もうすごい、何これ。ちょっとあの豪華ななんていうの、ハリーポッターのトイレだね。あれ、こんなような手洗うとこじゃなかった。もうこういうピューって U 字型にね、トイレあんの。 U 字型って円形にね。うん、円形になってるね。ここはここですごいね。なんか鏡台みたいになってる、なんていうのこういうの、姿見みたいのもあって、うん、すごいねこれね。これはすごいわ。入った瞬間はすごい。じゃあ第1位はどれぐらいなの。そしたらこれでも2017年は第1位ってなってた。これ、ああ、そっかそっか、伴走者が選ぶ。そっかそっかそっか。いや、うん、すごいわ。確かにすごい。すごく綺麗だった。男子トイレも綺麗だった。男子トイレもね、綺麗だった。あの立ってするとこがね、並んでるの。並んでるのは当たり前なんだけど、うん、個別になってて、なんかその仕切られてる、仕切られてるんじゃないんだけど、普通はこう壁にバーってあるのが一つ一つ立ってるの。そう、そうそう。で、手洗うところは、手洗うとこはね、結構質素だったけど。質素だって。いや、あの普通だった。うん、女性のトイレに比べたらまあちょっとあの申し訳ない程度になっちゃうんだけど、女性トイレの方が明らかに綺麗だね。じゃあね、次は道の駅ウトナイ湖。湖？うん、ウトナイ湖。ウトナイ湖の近くにある道の駅なんじゃないかい？うん。じゃあそこ行くよ。何？あ、本当だ、酒の日イベントって感じ。およそ200メートル先。酒タッチ。酒川クラフト&人工いくら実験。すごいね。酒の酒発掘タッチ。左方向です。サーモン、酒、ご飯だもん。サーモンに酒だもんみたいな。すごいね、酒尽くしじゃん。ちょっといろいろ魅力的だけどさ、今日はね、そう、我々には目的があるんだ。見て、飛行機がすごい、絶妙なタイミングで。およそ500メートル先、斜め右方向です。この辺鹿出るの？横断するって書いてあったよ、今。ほら。鹿横断箇所、追突注意って。まあそうだけど、空港のすぐ近くにあるんだね、こんな鹿がぴょんぴょん跳ねるとこ。知らない。でも全肉いっぱいある。
こと言ってるうちにあっという間だったねっていうかほとんど飛行機ばっかり見てたね道中ね次から次に行くそう忙しそうだったね何か一日中同じものをずっとこう見てたいうんそれともなんか疲れてんのかなラブサール条約気になるの。なにこれ。鳥っていうか。たまってないようにじゃない。本当だ。こっちに顔出てる。ピコリーノ。あ、そうピコリーノだったそうだ。ピコリーノなんか背負ってるよこれ。ああ可愛いねピコリーノ。初めて見た。誰こんなの作ってくれたんだろうね。すごいここまで。ピーチョに見せたらうん見てこれどうやって聞いてるないけどいるねよし本当やたらとここ飛行機通過するねねえ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 都内湖って都内湖えいやほらほぼ3分おきぐらいに飛んできてないここにいれば飛行機絶対取れますよっていうぐらい魚ここにいるかねえ白鳥の糞には見えないよねこんなに黒かったら他の糞だと思うわそして量が半端ないエビ船かぶそしたらうん、うん、あと小袋のフォークだあー次は向川四季の館向川町だね向川町に行くよ。胆振東部地震あったところ。あ、そうだね。ちょっとね影響受けちゃったけど、もうあれから結構経ってるから、お迷惑にはならないと思うけども、まあ、スタンプ押してくるだけだからね。ちょっとお邪魔してくる感じで行きましょう。うん。うん、いただきまーす。こっちでいいのかな。でかいよ。でかいな。母さん丸？ちっちゃいのどうだい？エビチェンだわ。エビの、うん、エビの味もちゃんと乗ってんね。また飛行機。うん。マちゃん上にいるよ。勢
しばらく道なりです。私の出会ってるよ。通行止めになってるね。つまりどうしよう。これ溶けてくね、口の中に。口があれじゃないの、地震の影響で道が通れないんだね、こっち方面で。また出てきたね、向かいの矢印。これに従っていけば行けそうだね、うん、すごいね、本当に迂回だね。ぐるーっと大きく回ってる気がする。エビ戦だけで1時間か語れるんじゃない？もうエビ戦の話出ないかなと思ったら、まだエビ戦の話してるからさ。前見て鉄塔、美しいねここ。いいね、すごい線だね、うん、ね、鉄塔100線に入るのかな。入んないか、こんなんじゃ。そもそも鉄塔100線なんてないよね。いや、誰か編集してるかもしれない。調べてみるか。調べてみて。鉄塔100線。穏やかだね、今日ね、すごい。静かだ、こっち方面静かだね。寂しいねっていう。木がね、低い感じでね。海側なんだろうね、低い。やっぱりね、そういう意味ではこの辺もね。向川町に入ったよ。あ、そういえばさ、何日か前になんか向川流のニュースまたやってなかった？チラッと見たよ。なんだっけ。大きいね、ここの工場ね。すごい。絵まで描いた。ね。なんだ。これ旭橋。いや、旭橋は描かれてないんじゃないかな。でも旭橋みたいな橋だね、あれ。そういうイメージなんだね。およそ400メートル先、左方向です。その先、左方向です。ここ？うん。なんちゃらかんちゃらの館。違う。ああ、そうそう。式の館。その先、右方向です。化石もあるの。見れるか。とりあえず止めようか。スタンプどこだ。ここじゃないんだ、スタンプあるとちょっと目立たないとこであったね。
かわいい。これサンド持ち帰りよ。いろんな味あるんだね。でもキャラメル、私ちょっとね気になったんだけど、ハスカップのそれ、ね、私も今気になった。でも食べたいかどうかちょっと、ね、私シャモシ醤油。本当に黒蜜の方がいいんじゃない、青ちゃん。いや、私シャモシ美味しくないって言っても誰も食べてくんないからね。頑張る。ハスカップ自体全然甘みがないよね。うん、すごい酸味の方がソフトクリームと混ざってこうバランス取れる感じ。いるし、シャモ。うん？シャモ食べてみた？うん。どんな味？黒蜜っぽい。待っていい？青ちゃん。シャモかかってる感じこれ。黒蜜、あんまりちょっとシシャモって感じはちょっとしないけど、でも美味しい。これはこれで、これあれだね、よく混ぜた方が美味しいかも、うん、このまま食べるんじゃなくて。じゃあ次はね、新冠町の道の駅に行くよ。そこで昼ご飯かな。これから行く道の駅の方へ行くと、お馬さん競争してる、お馬さん知ってる、競馬で、競馬とかで、その馬を育てている町らしいよ。だからお馬さん見れるかもね、間近で。うん、うまくいけば間近で見れる。風ないんだね、穏やかでね。葉っぱがハラヒレホレハレって、ハラヒレホロハレって、ハラヒレホロハレ、ハラヒレホロハレ、ハラヒレホロハレ、そういう擬音があるのかどうか知らんけど。なにこれ、ミサイルあったね今ね。ミサイルだよね、あれどう見てもね。牛の放牧はね、すごい見てるけど、馬だらけはちょっと初めてだわ。こんなにはないね。ないね。で、馬のためにすごい整備されてるじゃん。刈り込みとか相当やってんのかな、走りやすいように。怪我したら困るね。え、馬の町に来たって感じだね。絵描いてる。あ、馬描かれてる。すごいね、ここ。龍神の馬の街道。ねえ。すごい、この看板、街の雰囲気を損なうやつだな。びっくりしたよ、俺。何かなと思ってちょっとドキドキしちゃったよ。目は引いたよ、ものすごく。うん、ちょっとここかと思ったけど違う。鉄道とかだね。目的地は右側です。お疲れ様でした。ここだ。ちょっと大きく釣れちゃったけど、やっぱりここだね。
まだ。ここじゃないか。違う。で、あおちゃんは何だっけ。ただのラーメンの醤油。ラーメンの塩。うん、塩ね。醤油って言ったでしょ。ラーメンの塩ね。お母さんレコードだ。レコードラーメン。赤味噌肉。じゃあこれはレコードと白味噌肉。はい、お待たせいたしました。こちらが白味噌になります。はい。はい、すいません。はい、すいません。ごめんなさい。赤味噌。はい。はい。すごいね。大きさがすごいね。一枚だよこれ。重なってんじゃなくて1枚だよこれ。いただきます。おいしい。これ白味噌。黒味噌。白味噌。麺の種類違うね。うん、すごい。どし合うじゃん。うん、こんな大きいチャーシューだけどさ、パサついてないよね。柔らかいよ。あちゃん、そしたらね、ご飯も食べたから、ちょっと牧場見に行こう。いや牧場、うん。ここ牧場の町だからさ。あら、チワワいる、あれ、かわいい。きなこだよ。すぐ着くよ。ゲームし始めたけど、あおちゃん。右方向です。その先、目的地は右側です。すごいね。近くにはいるね。ちょっとなんかさ、もう3メーターぐらい離れたところで行くからさ、見たいよね。これで我慢してて、まあ近くにいてくれただけありがたいよね、これね。ちょっと行ってみようか、そしたら。どこに？ん？この通り、なんだっけ。サラブレッド銀座？サラブレッド銀座。華やかな。花より団子。食べ物食べる音聞こえてきたんだけど。お馬さんすぐそばにいる。ラッキー牧場。山竹牧場。野球牧場。山竹牧場。あ、本当に間ね。おお、すごいな。お馬さんすごい近くにいるよ。後で戻るからさ。全然見えない。ちょっとまたちょっと待つ。ほらこっち向いてる。こっち向いてるねえ。カーブとか立ち考えてる。うん、面白い。尻尾がひらひらしてる。ここにもまさに。わー、ちょっと止める。すごい。寄ってくるね。寄っちゃダメだよ、でも。
おブルブル言ったブルブル。こんにちはって。わかると。すごいね、首の届く範囲綺麗に食べてるねあれ。柵あるからね、大丈夫。柵登れない。柵の登るんだったらこんな柵じゃダメだよね。あ、仲良く食べてる。すごいね、おお。こんなに近くで見れるとは思わなかった。かわいいね、馬。おお。期待して近づいてきてるけど、何もあげられん。すごいね、この馬サッカーずっとついてきてない？かわいいね、この馬。いいかわいい。足ほら、片っぽ白いね。え、何もくれないのかよ。何もあげられない。あげられない。お互い見つめ合うだけ。よし、じゃあ行こっか。次の道の駅。海側を通っていきます。うん。でね、今日はこれが最後だね、道の駅。うん。早い。さあ、そしたら行くよ。よし。よかった、馬見れてよかった。可愛かったね。しばらく道なりです。はい。いいね、ここら辺に住んでる人たちは。何が？だって馬見れるじゃん、すぐ。でもここに住んでる人たちは馬を世話してる人たちだから、それがお仕事だし、近くで見えていいなっていうよりかは、もう近くで触って仕事してるからいいなは超えてると思う。もう慣れちゃってると思う、そういうの。ゲームになれると思う。しばらく道なりです。例えとして合ってるかどうかわからんけど、そんな感じ。
をした。おお、これも分かりやすい。あれじゃない、街灯にあった昆布と馬のマークだ。何、うん、それ街の街灯にね、このまんまの形でね、オブジェがあったよね。これであれじゃない、道エリアが全て刺さったわ。道エリアクリア。お母さんなんで乗らないの。すごいね、やたら道の駅に力入ってる方がいるんだね。キーホルダー集めたり、上なんかガチャピンズラリーまで集めて、すごいね。よし、とりあえず間ね、道エリアもクリアして、あと2エリアだけだよ。やったね。今年ね、今年はもうこれで道の駅回るの終わりで、来年1月にまた行くから、であと2回で制覇なスタンプラリー全て無事終わればいいけどね。冬がやっぱりちょっと天候が味方してくれないとちょっと怖いものがあるよね。何、結構、いや、大雪降ったら道路、うん、そうがね、行けなくなっちゃう、行けなくなったりするから。うま、ん、いすごいね。ねえ、すごいね。でもね、鳥は浮かんでるね。関係ないじゃない、波なんて。便利だよね、鳥ってね、浮くこともできるし、飛ぶこともできる。あ、なんかすごいね、ランボルギーニ。ね、なんかすごい音。ランボルギーニ。雪降るから閉まん前に一発しちゃう。だと思うけど、ちょっとびっくりしちゃった。綺麗。